おはようございます。釣り子 TV です。これね、北プロの作った18 SR ですね。今日はですね、このクランクベイトで魚が釣れたよなんていう動画をですね作っていこうと思ったんですけども、ちょうど先日千葉県の亀山ダムで開催されたレジットデザインオーナーズミーティング、これにね参加してきた時に、北プロから直接このクランクベイトの使い方とか、なんで作ったかとかですね、肝とかですね、すごいねいいお話が伺えたので、まずはですねそちらをご覧ください。まあ、11グラムの、SR が、1メーターぐらい潜るタイプで、 MR が本当先日ですね、3日ぐらい前にお店に並び始めたと思いますけれども、 MR が 1.5 メーターぐらい潜る、まあ、これも同じ11グラムぐらい、まあ、投げやすいクランクベイトなんですけれども、まあ、僕がこれに求めたところをちょっとだけ説明させていただくと、まあ、ちょっとといってもだいぶ長くなっちゃうんですけど、詳しく聞きたい人はもう後で聞いてください。簡単に言うとですよ、僕はルアーは、バスはね、ルアーだと思って僕はバスは食ってくれてると思ってます。僕はね、マッチザベイトって考え方は僕にはあんまりないです。たまにあります、ナブラが起きたりとか、こうピョン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 って跳ねてるところにプッてルアー投げてパクって食うのは、餌と間違え、餌モードのやつが間違って食ってるっていうのはたまにはもちろんあります。ゼロではない。でもほとんどの状況はニュートラルな状態でルアー投げてスイッチが入るなり、まあ、好奇心なりリアクションなりいろんな要素が合わさってそのルアーをパクッと食べる、こう食おう、ルアーを襲おうっていう、こう意識があると思うんですよね。で、クランクベイトですねに関しては、ちっちゃいのから大きいのまで釣れるクランクベイトって実はあんまりないなっていうのが僕の今の印象、今の市場にある、何かっていうと、でっかいやつが釣れるクランクベイトっていっぱいあるんですよ。例えば分かりやすく言うとマグナムクランク、でもちっちゃい魚釣れないんですよね。ってことはちっちゃい魚の可能性を削ってリスクをかけてでっかい魚を狙いに行ってるクランクベイト。それとは逆にタイニークランクとか、まあ、シャッドライクなクランクベイトもありますよね。そういうクランクベイトって当たりは多いです。でもじゃあビッグフィッシュ選べるかって言ったらなかなか選べない。で、僕の考えはやっぱ一投で一個のルアーしか投げられないじゃないですか。ってことはなるべく大きいのからちっちゃいのまで釣れてほしいんですよ。そう考えた時にまあ、その思いを詰めたクランクベイトになってるんですけどな、何を言いたいかというと、ちっちゃくなればなるほど基本クランクベイトっていうのはピッチが細かくなるんです。ブリ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 、大きくなればなるほどブリ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 、でブリブリが大きいやつほど大きい魚が釣れやすい。その代わり釣れやすい。ちっちゃくなればなるほど、当たりは続くけれども大きいサイズが狙えないっていう傾向が僕がバッツリしててすごい思うんですよね。でその時にその両方間を取りたい思った時に、弱い動きでヌメヌメ動くようなアクションのものが僕は両方選べる。まあ本当少ないです。バスフィッシングってめちゃめちゃルアーたくさんあるんですけど、僕の印象ではすごい少ないなっていう印象、クランクベイトに関してもすごい少ないなっていう思いがあったので、まあ僕が求めた形はこれになったっていうところなんですよね。なんで存在感を、消すためのラウンドボディ、まあ丸いものが動いてるってことは水かかないんですよね。フラットサイドのものって平らのものが水の中で動くとたくさん水が出す、イコールアピールが強い、イコールまあ濁ったりとか風が吹いたりとか流れが出たりとか、要はクランクベイトにとって追い風のシチュエーションであれば強いんですけど、釣れ始めちゃうとパタッと釣れなくなっちゃうっていう傾向がすごいあったりするんですよね。まあそういうこともいろいろこう一応考えて形にしてますっていうのが18になりますので、そのいろんな魚をね引っ張ってこれるクランクベイトにしてますので、まあ、先日もね琵琶湖で60も何本か釣ったりもしたし、それこそ先日アメリカのランチア君と一緒に行ってるそのスミスレイクって第2戦のとこ行ってたんですけど、本当こんな手のひらサイズの魚から、まあ、キッカーと言われる、3本4本の魚ね、
まあ、スミスレイクではスポッツっていうヘッドバスっていうのがメインだったんですけど、そういう魚も全然やっぱりその考え方に沿った。それまでスポッツの釣りも僕はほとんどしたことなかったんですけど、やっぱりスポッツでもそうなったなっていうのがすごい印象的だったので、まあ、そういう形になってる。あとはクランクベイトで釣る時のちょっとコツとして、皆さんちょっとだけ気持ちね、ちょっとだけ早く巻いてください。あのクランクベイトってすごい主張が強いルアーなので、ゆっくり巻いちゃうと魚に、バレますあの魚が考えてやめとこってなります。なんでちょっと早く巻くと考える間がなくなるんです。なくなるというか減るんですよね。考えてる間にもう逃げられちゃうから、考えないように逃げろ逃げろ逃げろってイメージでクランクベイトを巻いてもらえれば、多分バイトは増えるんじゃないかなと。まあその時に、まあグラスロットとか使ってもらえればより当たりが増えたりとか、外掛かりとかね、そうじゃれつくバイトも取れたりするんじゃないかなっていうの思いで、こういう形にも竿がなってたりするので、ぜひその辺、まあ、イメージしながらね、まあクランクってたくさん釣れるルアーではないんですけど、あのやってもらえればやっぱ巻いて釣った1匹って結構印象に残ったりとか感動したりすると思うんで、その辺をちょっと体験していただけたらいいなと思って形にしました。はい、というわけで、ああそっかーなんてね、気づくことすごいね、あそういえばなんてね、ヒントが盛りだくさんのねトークだったんですけども、それでは、これでどんな感じで釣れるのかね、実況動画の方もご覧ください。今日ね釣ってみたいルアーがこれ18ね、北大輔プロの作ったルアーっていうことで、でねクランキングロッド、これタトゥーラエリートの70クランキン、もうねそのものずばり大森プロのクランキンに、カルカッタコンクエスト DC200 で、今日ちょっとね風がねバーって吹いてるんだけど、この小さめのルアーでもトラブらずにね、太めの糸で、おちょっとねこれバーってね風が向かい風なんだけど、トラブらずに入れているので、これねいけんじゃないかなと。さっきねグラスコンポジットの別の竿にバンタムのローギアのモデルバンタムでやってたんだけど、やっぱねちょっとねやっぱね向かい風だとトラブっちゃうんですよね。そういう時に DC200 だと快適に投げれております。タトゥーラエリートのこのクランキーも7フィートあるからね、長さがある分こう結構ちっちゃいルアーとかもカット分ね、シマノとダイバだけど、まあ銀色銀色でねバンタムとの組み合わせもなかなか好きだったんだけど、このダイバタトゥーラーと今回 DC これもね手元に重心がちょうどねこの DC リール重くてくるから、なんだろうすごいね手元に重心が来てね組み合わせバッチリなんですよね。これは投げやすいやってことで投げていきます。よし来たぞ。
岬ね、いい感じの岬で、うわいいとこかかってる。はい、ワンエイト釣れましたよ。ねえ、駆け上がりにゴリゴリゴリってあってたら、こんな、すんごい針がね積んであるからね、両方バッチリバシバシってかかってるね。はい、こんな感じで、来た大好きプロのパールアール釣れましたよ。タックルはね、軽かった国鉄 DC200 にダイワーのタトゥーラエリートね。こういう小さいルアーをパチコーンってね飛ばすのにねっていうのがありがすごい。はい、タックルはねこんな感じで、ワンエイト軽かったコンクエスト DC の200、新しいやつね。それにダイワのタトゥーラエリート、これぐらいのねクランクをねクリクリ巻くのにはね本当使いやすい。ちょっとね強めなんだけどしっかりねフッキングが決まるからね。でグラスコンポジットなんでノリもいいといった感じでございます。はい、今はね追い風だけどね、軽いルアーを16ポンドで投げて自動で止まってバックラッシュしない、もしくは糸が浮かないっていうね、これは本当に釣りに集中できんね。こうね、で最初カルコンの DC の動画を上げた時ね、そんなブレーキ強めで投げた動画出されてもしょうもない、何もわかんないって、ね、あんまり無理してねトラ振って釣りその日終わっちゃってもね嫌だからね。今ブレーキ設定4だけど、じゃあ2でちょっとキャスコイン緩めて、ほら完璧ではないんですよね。やっぱ最低限のなんというかな調整ね、今追い風で投げたけどやっぱキャスコンを緩めたりするとバックラッシュしないっていうことではないっていうのはね、あるんで、ここら辺はちょっと自分のお気に入りの最初設定を見つけるまでね、いろいろブレーキ2のキャスコン何クリック締めるとかね。で一回トラブると結構ねフロロカーボンとか使ってるとね結構奥の方までねこういうことになっちゃうんでね、こういうことになっちゃいます。ね、ノーブレーキでトラブルなくっていうと自分は2は使わないで、まあ、3以上のブレーキでなおかつキャスコンもちょい締めでねやります。これで釣れてたら超面白いね。なんだろう、バックラッシュも捨てたもんじゃないな、大作戦なんだけど、あいつれてないですと。ということでキャスコンは3個締めてブレーキ3ぐらいにすると、振ったら出るぐらい、振ったら出るぐらいにもすると、これだと自分の飛ばしたいなっていう飛距離も飛んで、なおかつなんだろう、抑えないでもバックラッシュしないから、まあ不意にねなんか木とかにぶつかっちゃったらバックラッシュすることはあるんですが、こんな感じの設定で投げております。はい、なんていう感じで抜群にいい感じのね、岬に風が当たっていたので投げてみたらですね釣れましたということなんですけども、本当にね北プロがおっしゃっていたように結構ね早巻きね、早巻きしてまだねこれスポーニング終わったか終わんないかぐらいのタイミングだから、基本は
ゆっくり巻いた方がいいのかななんて思ってね、で結構ねいろいろ投げてみて、通常ねゆっくり巻きでね、ローギアのリール使ってるっていうのもありますし使うことが多いんですけども、確かに釣れた時思い出すと結構早巻きね、クリ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 ってやった時にガーンって食ったななんていう印象があって、あ、これちょっと今後使う時クランクベイト投げる時のねすごい肝を聞けたななんていう風に思いますが、これね SR モデルなんですけども、いよいよ MR のモデルもですね並んでるってことで、釣り具屋さんで見かけたら1個買ってみようなんていう風に思うんですけども、1日投げてですねかっこいい感じのフックサークル、結構自分このフックサークルって好きなんですけど、なんか使い込んだななんていう感じがして、それもついてきて、ほんとね、投げやすいいい感じの、そんでもって静かでね、なんかね釣れそうな、で動きもね、まあ詳しくは、北プロが語っていたところがもう全部全てだと思うんですけど、まあ、そこに追加して自分で何やこれや言うっていうことはないんですけども、本当ねいろんな機会でさらに投げ込んでいこうかななんていうふうに考えております。というわけで本日の釣り子 TV は北プロのペイフォワード第1弾プラグ18SR、これでいいバスが釣れたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。